れまさか。うわー、せーの、カブラチャッツ。皆さんこんにちは、野球チョコのノブコです。皆さんこんにちは、野球モノマネ芸人岩島です。はい、今回ね、ちょっとモノマネシリーズということで、はい、早速なんですけど、スペシャルゲスト呼んだんでね、早速呼んでいきましょうか。ゲスト、いらっしゃい。ちょっと何鼻の下伸ばしてんのお前。ちょっとわかりやすく、まさかのびっくりした。びっくりしたっしょ。これが東京のモデルさんか。熊本出身の野球美女、竹本萌子さんに来てもらいました。お願いします。もうね、竹本さんはね、あのね、ツイッターでもう神スイングとか神ピッチングでちょっとバズりまくったね。知ってる？あ、知ってます。知ってるやろ。はい、今回ちょっとね、急遽呼んじゃった。あの、一緒の九州出身だから、いろんなあの骨を使ってまあ以前であの部活場に出てもらったんでね、はい、そこからちょっとまたあのコラボができたんで、第3回細かくなくて伝わっちゃう野球モノマネをやりたいと思います、はい、大丈夫、モノマネ自信ある？ちょっと自信ないんで、今日は、まあ、ちょっと勉強させてもらいたいんでプロ野球ってあんま見ない？そうなんですね、あんまり実は見なくて。あ、なるほど。やる方が好きだったので。多分そういうことね。今回ね、あのプロ呼んでるの、プロ、はい、伝授してもらいながらも一緒にこうモノマネでね、あの視聴者に、分かっちゃうぐらいのモノマネをやりたいと思ってます。そうで、一番似てた方、そして一番面白かったっていう方には、あのぜひね、コメントよろしくお願いします。投票制にしたいと思いますんで一人あの2役ぐらいやるわ大丈夫、頑張ろう。よし、じゃあ気合い入れていこう。それでは動画をご覧ください。よろしく。3月10日、WBC 強化試合、日本代表対メキシコ代表の満塁ホームランを打った吉田正尚。おとといや。日付まで言うな。お、あれ吉田じゃね？あれ？まさか。うわあ！あっ！そう、君たちめっちゃ映ってる。大丈夫？ちょっと。めっちゃ映ってるよ。ちょっと。左脇の使い方の癖が強いソフトバンクホークス、中村晃選手。中村、なんか顔似せてきてます。カットせー、中村。歯もこっち。カットせー。すげえこっち。いいね。いい反応、いい反応。ダルビッシュ選手のスライダーに空振りしてしまうソフトバンクの松田信弘選手。そこ。そこ。お、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 似てます。お、お。わかってきてる。あと、まばたき、まばたき。まばたき。まばたき多くね。まばたき強くね。いやいやいや。いやいや、いい感じ。2017年、極度の不振から、打撃のフォームを突き詰めた結果、もう手しか動いてない中田翔選手。そんな時期あったんだ。どういうこと？手しか動かない。似てるわ。ボール球を見逃すときも、えいって言ってしまう。2002年松井秀喜選手。顔。やばい、松井らしい神経図が伝わってこない。はい。ちょっと一回振りたい、一回振らせて、一回振らせて。松井、松井振らせて。ホームランを打った後に思わずベロが出てしまう元近鉄バッファローズのパティローズ選手。おお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 細かくなくて伝わっちゃうものまで終わりましたけども、はい、ちょっと竹本さん、はい、どうでした？
楽しかったです。初めてだったんですけど。ちょっとまあ、マッチは分かる。ね、マッチは分かるけど、ローズぶち込む。東京のモデルさんがローズやると。あ、お前仕込んでやると。もしかしたらお前、なぜ仕込んできただろう、お前。もっと振っていいよって言われて。モノマネってなんかさ、あの野球好きじゃなくてもさ、なんかあこういう人いそうだなって、いたんだっていうね、あのなんかそういうのにつながるから、なんかやっぱり俺このシリーズ好きやろ。楽しかったです。で、あのちなみに岩島って、あの3000個ぐらいレパートリーある。あのもう今日中になんか10個ぐらい仕込んでる。今後ちょっと竹本さんなんか野球モノマネ芸人みたいにしていこう。いいです、面白い。野球モノマネができるモデルとして。ああ、いいです。これいいんじゃないこれ。キャラ渋滞しそうです。忙しくなりそうだね、ちょっとね。なんかあの、始球式じゃなくて始球モノマネみたいな。いいっすね。竹本さん、新しいジャンル開拓できるのこれ。新しいですね。来た、プロデューサー僕なんでちょっとお願いします。はい、というわけで今回出演してくれた、竹本萌子さんとね、岩島るとね、あの、まあ、ツイッターとあれインスタ、TikTok をちょっと始めました。あのインスタとツイッターの概要欄貼っておきます。ぜひチェックお願いします。はい、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本日はありがとうございました。バイバーイ。バッツは確かにバットを寝かす、バットを寝かすで、まあ、瞬きもしつつ、瞬きもしつつ、はい、眩しそうやな。縮めて、はい、はいはいはい、あ、いい、似てる似てる似てる。で、空振りしてで、この度、野球 YouTuber ストアが開設されました。パオ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 。向こうずシャツ待望のブラックカラーが登場。そして第1弾のホワイトのシャツもまだありますので、概要欄をチェックしてみてね。プレゼント企画、バオ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 。今回はなんとこちら、ドン、70年の歴史、純慶グローブ軟式内野用グラッパー。3月の中旬までの、応募期間とさせていただきます。応募方法はいつも通り、野球場は向こう、そしてアメージングシューさんのチャンネル登録、そして熱いコメントをどしどしお待ちしております。応募よろしくお願いします。